こんにちは、月島です。今回はアートリア社の V コレクションというヴィンテージシンセサイザーを集めたソフトウェア音源のライブラリー、コンテンツ、音源の管理について見ていきたいと思います。目次です。 V コレクションとはアートリアソフトウェアセンターの使い方、コンテンツファイル、音源の場所、最後にまとめと次回予告です。それでは V コレクションの概要について見ていきたいと思います。 V コレクションはフランスのアートリア社のヴィンテージシンセサイザーが多数含まれたバンドルパックです。私の持っている V コレクション7には24種類のシンセサイザーが含まれています。正直これを持っていればシンセサイザーは十分とも言えます。 V コレクションは長く続いているシリーズで、現在はバージョン8になっています。バージョンが上がるごとに新しいヴィンテージシンセが追加されています。またブラックフライデーなどでセールをすることがありますので、購入したりアップデートしたい場合はタイミングを見た方が良いと思います。次はアートリアソフトウェアセンターの使い方を見ていきたいと思います。アートリア社のソフトウェアやプラグインはアートリアソフトウェアセンターを使用して、購入したソフトの登録やインストール、アクティベート、アンインストールなどの管理を行います。画面を見るとまずマイプロダクツという欄が開いていて、自分の所有しているソフトの一覧を見ることができます。左側のリストのマイアップデートはアップデートがある場合に表示されるリストになります。その下のリストはおそらくアートリア社のすべての製品を見ることができるリストです。さらに下の方にあるレジスターアニュープロダクトを押すと、アートリア社のホームページが開きますので、ログインをして新しく購入した製品のシリアルナンバーを入力します。登録済みでまだインストールしていない製品はマイプロダクツのページでリストを見るとわかるようになっています。インストールしていない製品のインストールボタンを押すとインストールが始まります。その後にアクティベートというボタンをクリックすると製品がアクティベートされて使用することができるようになります。ちなみにアクティベートはパソコン5台まで可能です。パソコンを買い替えた時などは忘れずにアンインストールしてディアクティベートしておきます。忘れた場合もアートリアのホームページにログインすれば大丈夫だと思います。以上が使い方になります。次は外付けハードディスクにコンテンツファイル、音源をインストールする方法を見ていきたいと思います。 V コレクションは20種類以上のソフトウェアシンセサイザーを含みますので、それなりに容量が大きいです。バージョン7でだいたい 21GB ぐらいあります。私が音楽制作に使用している MacBook Pro はストレージが 512GB しかありませんので、できれば容量の大きい音源ファイルは外に逃がしたいです。アートリアソフトウェアセンターを使えばそれができますので、方法を見ていきたいと思います。まず右上の黒い三角形をクリックします。4つ項目が表示されます。その中でプリファレンスをクリックします。そしてフォルダーズを選択するとリソースを選択できる画面になります。初期設定だとここはパソコンの中のフォルダが表示されているはずで、そのままだと全てがパソコンの中にインストールされます。 Mac だとライブラリの中のアートリアのフォルダです。このリソースのブラウズボタンを押して外付けハードディスクを指定することで、パソコンの中ではなく外付けハードディスクにインストールすることができますので、パソコンのストレージを軽くすることができます。ちなみにすでにパソコンにインストール済みだった場合に、ここの欄を外付けハードディスクに指定すると、指定した場所にフォルダの中身がコピーされて、元のフォルダはショートカットに変更になります。次はまとめと次回予告です。
以上の作業をすることによって約 20GB 以上のスペースをパソコンのストレージに作ることができました。容量の少ないノートパソコンを使用している方にはおすすめです。ソフトウェアシンセの音源が外付けハードディスクに移動することで使用する時の読み込みに多少の時間を要しますが、それでもパソコンのストレージを軽くする方がメリットがあると思います。次回の動画はリファレンスの進め第5回目です。先日アップデートしたソナーワークスのサウンド ID リファレンスを使用して新しく購入したモニタースピーカーのジェネレック 8020dpm の音を測定してみたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。